こんにちは、吉谷さん。顧客台帳ってすごく大事ですよね。もう本当にね、それしかないと言ってもいいぐらいです。なんかそのデータによると、メールアドレスが1件2万円ぐらいの価値を持つっていうふうなことをね、言ってる人がいたんですよ。これはプロダクトローンチっていう手法を学んでいく間ですけどもね。で、リストはなんかね、20件ぐらいあったら700万の売り上げが作れるみたいなことをね、ジェフ・ウォーカーさんって人が言ってたと思うんですけども、結局私たちがどっからお金をもらうかっていうと、自分とつながってる人以外からお金をもらうことあまり考えられないんですよね。で、ビジネスであればあるほど、自分と仲良くしてる人が、自分を信頼してくれてる人がお金を払う以外のルートは、考えれば考えるほどなくなってくるんですよ。で、ある意味ね、商品を買ったからさらに身近になっていくみたいな感じなんですよ。でもビジネスが下手な人っていうのは、お金を請求しないからこの関係が続くって思っちゃうんですよね。なんかその友達の女の子に告白するみたいな感覚ですよね。友達の女の子に告白すると、なんか振られた時気まずいみたいなね。で、うまくいったら今度別れに行くみたいなね、なんか起きてきますけども、全然似てないですね。ちょっと話戻しますけども、結局ビジネスをするってことは、商品を売ったり買ってもらう、その行為によってもっとね、身近になる、そういうふうな関係だと思うんですよ。商品売って仲が悪くなるってことは、ビジネスを持ち込んじゃいけない関係だったってことなんですよね。だからビジネスマンとしては、どんな人でもビジネスによって仲良くなって、お互いに豊かになるみたいな、そんな商品を提供する必要に求められているんだろうなと思いますよね。逆にですね、商品を売ってあげなかったら、なんか悪いみたいな感じになるわけなんですよ。え、なんで売ってくれないんですかとかね。いや、お前には売れねえよみたいなね。そんな関係じゃなくって、いや、売ってくださってありがとうございますと、買ってくださってありがとうございます、両方良くなったみたいなね。で、結局商品を買うってことは何らかの問題解決をしたいわけなんですよね。で、その問題に気づいてあげて、寄り添ってあげて、解決するために粉骨砕身してくれると思うからこそ、商品買ってもらうんだろうし、買ってくれるんでしょうし、お金を払ってくれると思うんですよ。そして問題解決をした人は、お金は払ったけども、ああよかったになってね。で、お金をもらった人は、自分の作った商品やサービスによって人の問題解決ができて、その対価として感謝の入金があるということで、嬉しい嬉しいということがね、あるというね、両方良くなるってことだと思います。顧客台帳はね、すごく大事だと思います。そして FX の教材はまさにね、9割以上の方が 9割の方ですね、速稼塾の塾生さんが FX の相場解説を見てくださってる方が買ってくださいました。で、イレギュラーで、この FX の基礎講座は熟成にならないと買えないんですかって方がいらっしゃって、いや、熟成じゃない人でも買えますよと、でもその場合はちょっと高いですと、熟成になったら、頭金で3万円ということで決めていただければ、合計でも6万円になります、5万9800円ですよっていうふうにご案内したら、両方とも速稼塾の熟成にもなってくださって FX も買ってくださったみたいな流れですね。だから一般販売はね、やっぱ結構高くって、一般販売の9割引きぐらいが熟成の販売価格になってるっていうふうな差をつけてるんですよね。で、あとプラスアルファで、速稼塾の料金30万の30万ローンを全額払っちゃった方は5000円ですよっていうふうにしてますんで、じゃあこれを機会に残額も払っちゃいますみたいな方もいらっしゃってね、なんかすごく分かりやすく価格設定できたかなっていうところでございます。で、やっぱりね、私たちがしなければならないのは、そういうふうに誰とつながっていくかってことなんですよね。だから何かに依存してしまうとかね、例えばお金をもらう先が勤めてる会社1個ってなると、会社がなくなっちゃったら本当に終わりですから、会社にしがみつくみたいなことになっちゃったり、それこそ、ブラックさせられても、なんかね、パワハラされても耐えて耐えて胃に穴が開いて、でも嫌になっちゃうみたいなね、気を病んじゃうみたいなことがありますけども、でもどうなんですかね、その吉田さんも感じてらっしゃると思いますけども、 YouTube でこうやって動画を発信するじゃないですか。で、自分の動画が気に入らない人はだんだん見なくなるんで、じゃ再生数落ちていったりとか、チャンネル解除とか起きてきますよね。じゃそういうところに商品リリースしちゃって売れるわけがないから、まずは動画の作り方とか動画の発信とかっていうのはちゃんと分析していいものにしようと思いますよね。だから工夫がそこにはあるわけなんですよ。で、無料コンテンツにも工夫が入っていて、そこで、まずね、
視聴者さんとの関係性ができていって、で商品がこんなことあるよとか、こんな問題解説できますよっていうところにちょっとこう気にしていただいた方がお問い合わせいただいて、そしてお問い合わせ動画を再生していただいて、何もかもこちらの方で押し付けることもなく自由意志で再生してもらって、その中の情報を選んでもらって、で決済をご自身でしてもらうって形なんで、すごくいいなと。推しの一手ってのは別にないですからね、今しかないですよとか言わないですからね。まあお正月セールとかだったら別ですけども、ということでね、本当に一点集中の絞り方っていう動画から顧客リストの大事さってところに来ましたけども、いや私もね、全てのお問い合わせはメールでいただいてるんですよね。速稼塾のお問い合わせ参加概要を送ってくださいっていうふうにメールでいただくんで、そう考えてみるとその顧客台帳は G メールの中にしっかりあるなと思いますよね、こちらの方ね、これからも活用することと、活用って言ったらね、なんか言い方が嫌ですけども、私のことを期待して信頼してくださった方との関係っていうのはこれからもしっかりとね強くしていきたいと思いますね。そのために、皆さんのお役に立てるような情報発信、これからも努めようと思います。じゃあいってらっしゃい。